ナポレオンと東条英機第2回目であります。この前のこの説明ではですね、18世紀のヨーロッパもしくは19世紀のアジア、この2つはですね非常に大きな特徴があり、本来そうであるという状態では大きく違っていた。ヨーロッパでは人間は等しく平等なのにもかかわらず王室というのがあって、いつの間にかそれがどんどん膨らみ、ハプスブルク家とかブルボン家といった巨大な王族ができ、それがヨーロッパ全部の人たちを支配するという、まあ、国とも関係なく支配するという世界が出来上がっていた。これはもう非常に大きな矛盾だったわけですね。それからアジアではもともと日本、中国、インド、フィリピン、ビルマ、インドネシアといって、仲良くその地域に住んでいたのに、そこに白人が来まして、どんどん次から次と植民地にし、植民地の人をどんどん殺すという、まあ、そういう社会を作っていた。これも奇妙といえば奇妙なわけですよね。はるばるそんなヨーロッパからアジアまで来て船で、でそこの人たちを殺さなくていいのに、まあ、そういうことやってたわけですね。まあ、こういった矛盾がある程度大きくなると、それを打ち壊すという非常に大きな力がかかるのは当然であります。それがヨーロッパでは、フランス革命でしたね。1789年、この図は有名なフランス市民によるバスチーユ監獄の襲撃であります。まあ、この図の後ろの方にバスチーユの監獄があるわけですが、ものすごくがっちりとした石の造りで、そこに王様が犯罪人だと、もちろん普通の犯罪もいるんですが、王様が犯罪人だとした人が入っている。つまり本来は国民が中心でありますから、もちろんこれは現在の民主主義ばかりでなく、人間が誕生した時だって、まあそれは国民のその部族の代表が治めてたわけですから、まあそんなことがおかしいわけですね。その不満がそのバスチーユ監獄の襲撃ということで起こる。まあ、このグラフ、図はですね、下にやや男性が中心となって槍のようなものを掲げてバスチーユ監獄を襲っている図、絵なんですけども、これ以外にも、フランスのご婦人がロングスカートを履いてですね、そして、鍋釜を持ってバスチーユ監獄に行進するという絵も残っております。まあ、つまり、まあ、こういう時はですね、虐げられた人たちというのはですね、それは男であれ女であれ、勝つとか負けるとか、命を落とすとか、まあ戦争がいけないとかいいとか、そういう次元の話ではないんですよね。非常に大きな矛盾の中で、その矛盾の歪みエネルギーがものすごく溜まってる。それが実は心の中に大きく占めてるわけですよね。その占めている、心の中に占めている爆発エネルギーが爆発するわけですから、それは出方としては非常に激しい。つまりフランス革命っていうのは、まあ、このバスチーユ監獄の襲撃から始まってですね、政府の転覆、ルイ王室の処刑、それからナポレオンの登場まで一気に進むわけですね。これと同じように、アジアの植民地というのはどうだったか。ヨーロッパ人が次々とインドを征服し、中国を割譲し、インドネシアを取り、ビルマを取り、モンゴルを取るとやってきて、ついに日本にぶつかったわけですね。全部植民地をヨーロッパのものにして、最後に日本にぶつかったのは当然であります。日本が極東、一番東の外れにありましたから。ついにペリーが来て、四国戦争のアメリカ、オランダ、フランス、イギリスが来て、それからイギリス東洋艦隊が薩摩湾に入って、薩摩軍と戦うということが最初の小競り合いでありましたが、それからついにロシアが本格的に、日本を狙ってきます。これに至ってついにですね、日本が最初にですね、実は本格的に白人のこの圧迫に対抗した。それが日露戦争でしたね。もちろんここには乃木大将の203高地、それから東郷元帥の日本海海戦というこの2つが非常に大きな
役割を果たしたわけですが、ここでは有名な東郷元帥が旗艦三笠で日本海海戦でバルチック艦隊を迎え撃つ時の絵を示しております。バスチーユ監獄の襲撃とこの東郷元帥のこの船の上のですね、軍艦の上の姿を見ますとですね、いずれも生死を超えたものが感じられますね。なぜ生死を超えるのか。戦争なんですから、この頃の言い方で言えば戦争か平和かと、戦争はいけないと、人殺しだと。いや、実はこのような大きな事件が起きるときは、人間の命というのは時代の流れの中で非常に小さい存在なわけですね。現在人間の命が非常に大きく感じられるのは大変結構なことで、これは世の中がこういう大きな矛盾を抱えていない、まあ今あれがそうですね、アラブの世界がそうですね、非常に大きな矛盾を抱えているので、お腹に爆弾を抱えて突撃する女の人もいるような状態ですね。これはちょうどフランス革命の時に鍋釜を持って、バスチーユに突進していったフランスの家庭婦人と一緒ですね。男も女もない。人の命は非常に小さく見え、それよりかもっと大切なことが、今の非常におかしな体制をいかにして覆すかということにものすごい力が出るわけですね。フランス革命が1789年であれば、日本海海戦は1904年でありました。もちろんこの時に203高地の突撃を出した方が良かったかもしれないと、私はそういうふうにちょっと今思ってるんですけどね。あの時に突撃した兵士、これ変えましょうかね。次までに変えるか、もしくは2つ出すか。確かにこのバスチーユ監獄の突撃、民衆の襲撃と対するのは、日本海海戦の 勝利よりか、203高地の兵士の突撃の方が合ってるような気がいたします。まあ、この図を出すときにはもうすでに変わってるかもしれないんで、ちょっとそういう意味では東郷元帥のものを交代させて、203高地の突撃を上げてみたいと思うんですが、まあ少し混乱しているのをお許しください。いずれにしてもここで言いたいことはですね、まずもう生死を超えているということですね。死ぬとか生きるとかいう問題ではない。それよりか崇高な魂が我々を呼ぶわけですね。それはまあフランスのドラクロワが描いた自由の女神の絵がありますけどね、まあ、それに代表されるものであります。これは日本では1904年、そしてこれはもうついに日本もですね、ついに誰もが予想もしなかったこと、あの大ロシア帝国、ロマノフ家が永遠と続いてきた大ロシア帝国のこの世界で最も強かった陸軍をですね、わずか、その近代化されてすぐの乃木第三軍がですね、突撃によって破ってしまうということが、まあ、起こったわけですね。まあ、これは本当に、まあ、革命的な事件でありました。一つが王族というその不合理な支配体制に対する民衆の怒り、矛盾。もう一つは白人の占領という国の間の不平等に対する有色人種の怒り。これがですね、革命的事件として1789年、1904年と2つの時に、まあ、起こったと、そのように、まあ、考えられるわけです。